ミラーカネスイダオペでございます。いや若手の話ですのミルさんというこお,、ね、お願いします。うん、今日教えてでどんでたわ。若手大争奪戦。<ー>来期の所属先は一どううなほどこだ。これはちょっと気になるでしょもう先の話よね。 はい、えー、って、はいうん、大体は今日はあの実実に今年在籍している若手の選手の話になってくるんですが、ちょっと結構飛び抜けた成績の方がちょっと増えてきたよってところもあり、<い>来季は J1 なんだったらヨーロッパー、うん、みたいな人も増えてるので、ちょっと一体どんな選手が該当するのか見ていただきたいと思います。まターミはかまちちゃってます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ます取られたら困るんですってだから。<laughs> 何を嬉しそうに海外並んだ言いますけどもね。でも、実はここに出てる方々ね、これ顔写真並んでる方々いますけど。確かに j 2 j ツー、ジェのエンブレムはつけてるんだけど。全員レンタルなんだよ。ああ、そう、レンタル先のエンブレムだっていうことですか、これは。そういうことなんですよね。それも踏まえた上で、どうなるかという来年もレンタル継続でお願いしますよ。何を言ってるんだねあなたは。お会いしたいところなんだけど。ね、でございます。教えてくださいよ。はい。 はいそこでいろいろ見ていきたいと思いますはいえということでまあ十二人今日持ってきましたけれども、うん、1> 約一名だけ右下あのジーリングじゃないエンブレムいますけどチャンピオンズリーグの方に出てらっしゃいましたよこの方もう別次元のところまで行っちゃいますね、えー、ビニシュースジュニオールと対面してましたよこの方 <laughs> チャップしてたね すげえわ。というところで、うんえー、また、あ、何であらここに今日乗ってる方々は、うんえー、ロスとあの最年長でもパリ世代の、はい、もう若手しかいないという形なんですがすえ、まあ、左上から順番に見ていきましょう<ー>、えー、まず左上、えー、もう見る若では今期もう何回目の取り上げか分からない、うんえー、福島ユナイテッド、はい、大関ゆう君くんでございます。ト、はい、トレーーーニングパートナーね。 そうですねこ、うん、今年というか、ちょうど今、この動画が出てるあたりのときは、U−19、うん、日本代表として、あのー、アジアカップの予選に今、行っているという形でございますと。はい、だから、彼はまだだから高卒2年目、だから一般に入れたら、大学2年生の夏休みがそろそろ終わるぐらいの時期ですね、うん、ざっくり言ったら。<ー>その時期でまず、彼はあのー、アタッカーじゃないんです。アタッカーじゃない、大学生のなってことはバイトリーダー。<え> <laughs> どうでしょう。待 <laughs> 待て待てもうプロだから あの、どっちかって、だから、プレースタイルで言うだったら、あの、うん、大島亮太とか、中村健吾なんですよ、ね。はい、は,はい、はい、はい。中盤の、そう,ね、そう、あの、インサイドハーフとか、ボランチの一角みたいな感じ。はい、はい。で、あの、定期的に、世代別代表で招集されて、抜けることもあるのに。うん、えー、現時点で、6ゴールニアシステム。あ、うん、あ、これはすごいね。すごい、ね。いや、福島は本当に彼をこい、ま人気ですよ。ねえ、ね、そうですよね。うんうん まあ今季 J3 ベストイレブンをいろんな方が例えば選ぶんであったとしても大関君が入らないなんてことはちょっとないんじゃないかなって思うぐらいですけどまあだからこそ来季は例えば1個ステップアップさせて J2 でやるのかそれとももう川崎に戻すのかそれとも世代別の活躍が認められて海外が例えばちょっと交渉してくるのかっていうところがちょっとどうなるのかなってところが気になるはいはい、はい そしてその次、はいえー、いわゆる弟君って今だ言う方がまだ一面バリュー的にある、うん、あ横山夢希き選手でございます今治のまさ高卒ルーキーですはいえー、現状6ゴール3アシストこれはめちゃめちゃすごい数字だね <laughs> 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 ちょっといない数字だねいないね カテゴリーがうんぬん関係なくすごいと思います、これは。ちとだね、これ突き抜けちゃうねこのままいったらね。お兄ちゃんはね、もう鳥栖を通じて、海を渡りました、山川からね。ただ、ちょっとだから次ね、やっぱりこのウイングアタッカー、張り当てた次、横山、夢来ということになるんじゃないのかなというところで。ちょっと J リーグでもっちょ見たいですけどね。もうちょ見たいね、さすがにね。でもだから、昇格と関係あるんじゃないの、意外とこれね。 いやだから今、今治としては横山君のこの活躍ともともでも自動昇格系に入って来け一緒に J2 をってこともあり得るんですけど、うん、ただね、ほっとかないか、ほっとかないのかほっとかないよね、うんうん、あの特にね、わかりやすい指標があるんですよ、うん、それこそお兄ちゃん お兄ちゃんあの歩夢んは1年目は J2 松本からプロキャリア始まったんですよね。残念ながら松本降格しちゃって2年目は J3 松本だったんです。2> で2年目 J3 松本で11ゴール1アシスト残して J1 トスいったんです。うん、<laughs> うんそうか ってことは、<ー>いわゆる十二ゴールに関与したら、2段階飛びでジェーワン行ったわけです。ジェーワンか。でお兄ちゃんよりも若いんだもんね、こので、ね。一若い状態で、これですから。な,なるほうん。来年 g 1は、結構現実的な数字を残してるって形ですね、うん、今のところでいうと。そうですね。うん、しかも、かくもやっぱり、まだ世代別代表で、定期的に抜けて、この成績ですから。それこそ、とずとかあるかも、わかんなですね。 とっさにどのカテゴリーかっていうのはまだこれからあれですけどもね。でもだから GI は結構現実的なところはあるかもしれない。そして、えー、続いては彼もまた去年から何回も取り扱ってきた選手大宮の市原リオン選手、ねえー。彼も、えー、今年が高卒新人の年なんですが。はい 基本的に全試合出場、ほぼほぼいわゆる高血みたいな試合だけですね、出てないのはね。それがずっと出てまして、学生ですからね。彼がまずは、彼はセンターバックです。ついこの間も点取ってましたが、彼、センターバックで4点取ってます。いや、この間もヘディング叩くことやしたからね、ゴール裏の。で、強いのが、空中戦の勝率、4分の3勝ちます。74.1%。 大体空中戦したら6割勝ってたらいい方なので、はいうん、今年がちゃんと1年目っていう男がもうこんなに勝ってんでしょサを授かっちゃってるじゃないですかもうすでにねえ <laughs>、ね、<laughs> 一足早いって感じですけどね、うんうん、また彼らここを3人大関横山市原ちょっとワンダンク突き抜けてる感じはあるような気しますね、うんうん ブリーでやるという段だったら g ンでも結果残しそうな感じじゃないかなというところでございます頼れる若手が日本でも育ってるわけですなこういうことですがはてはヨーロッパっていうこのイメージで見てるべきなんでしょいいと思いますよじゃあそれでさっきあの大関区に関しては中村健吾さん大島亮太さんって言いましたけどなんだったらだからもう森この上さんに森田三笘板倉みたいなもんじゃないですか本当だねマジでそうねこんな感じですすごいですね と思っていただければと思います。はい。それ次がカナは組すごいな。<ー>まあ、はい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 。えまずは加浦祐輝選手。えー、彼に関しても去年から結構取り扱ってたりしますけれども、をエッジ東京の株組織出身で。うんうん えー、今年がプロ3年目に値するのかな、になんでるんですが、去年からまあ金沢に来てる選手でございます。はい、で去年、J2 の金沢でも、えー、リーグの中であのボールダッシュ数が全体の2位という成績を残した選手なんですが、うんうん、まずはこれ今季はですね彼ね、で、えー、プレースタイルが激変しまして、奪うのは、もたぶん彼の中で当然、点、うんえー、まで奪うようになりまして、8ゴール、6アシスト。<laughs> 8ゴール6アシストはい <laughs> 元はボランチの選手でしょ <laughs> 彼彼に関しても。っていうところで、もともと松木玖生選手ともプレーサーに似てるってところもあるので、はい、まあ来季だから、いし時も戻る確率の方が高い、まあ、夏でも戻る可能性あったんじゃないかなとも思いますけど、うんうん、結構、J1 でもなんかボールも奪う、ゴールも奪う、そんな選手に成長していくんじゃないかなと思うので、なんだったら彼も将来のちょっとお代表のユニフォーム見えてくる選手なんじゃないかなというところでございます。 そして、えー、続いては田口優弥選手、はいえー。この夏、岐阜から金沢に、まあ、移籍した選手ですけどもともと我々は長く彼女のことを見たら鳥取のストライカーうす、ね、そうですよねそうすねイメージですよね。初年度からもうずっと点取り続けてますけどもう田口君、ことしとんでもなくてですね、えー、現状11ゴール6アシスト。はい、素晴らしいすごいね。岡本菜奈選手やっぱ10ゴール付近ってところだったけど田口選手も20ゴールぐらいに絡んでる感じになりますから。う で J3 からのたたき上げってこと考えると、ちょっと街のシュート的な感じで育っていってる感じはあるのかなと。ことしはあとチームとしてもまた J2 に戻って、タグ選手としても、絶上がって、さら、うん、にこう来年に、ね、さらに J1、臨んでいこうみたいな感じになっていくんじゃないかと思われますはいそして、えー、今度、左下でございます、えー、上田一樹選手、ゴ、はい、ールキーパーです。お えー、金沢の下部組織出身のゴールキーパーなんですが去年までは J 経験なし、うん、なんだったら去年まさ上田君は出れてなくてコ、えーチユナイテッドのレンタルでしたただそのコーチで出たことが結構転機となりまして金沢が J2 から J3 になったってことも多分一つ転機にはなってるかなと思いますけど、うん、今金沢の絶対的守護神としても君臨しておりますと。うん そう。でしかも百八十八というい。いやあ、これはまで素材としてはもう一流ですもんね。そうなんですよね。は,はい。なんかこう今までもあるのがこう J2 のチームにいたんだけど出れなくて JFL のチームに行って戻ってきたらスタメンに、うん。 っていうのが、うん、なんとなく今北海道コンサドーレ札幌にいる岡村大八選手なんかもそうなんですよ。群馬にプロスタート、プロはスタートしたんだけど、出れなくて。jfl、うん、時代の宮崎に行って、うん、そこで武者修行を積んで戻ったら、絶対的レギュラーになって、j ワに引っ張られてったって選手な。いろんなところでね、こう掴む方がいらっしゃいますからね。ねうん、そういうことですね。うんうん、はい、ということでございます。うん、今度は今度右側行きましょう。はい。 今度はパリス大組になってきますけれどもうん、うんね、まずはね川野さんとの話田中さんの話にいきたいと思いますはいまずは南の, <laughs> 南の差はいいんじゃないのかな取られちゃうからあんまり言うと返してって言われちゃうからさそっとしといて栃木にずっといてほしいんだよな <laughs> 川野さんの話でいいんじゃないかなあなたがねここでワイワイ騒ぐからねどん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 選手がね移っていくんですよ すい,ませんすいませんでした。と、はいうことで、まず南野君です、はい、はいい選手、まあ、ね。もう、あのーうん、去年も宮崎でもう10点近く取って、今年も栃木でそうだったところで、彼個人で言うんであればもう順風満帆にというか、しっかりこう、けがもないもんね、南野君、ね。すででそうですね えこの調子でいけば J3 でも結果残した J2 でも結果残したなんで来年は J1 でってことになると思うんですがガンバで出るってなるとうさ,さんんででなっちゃうんですよねだかそこがどうなるのか心配なんですがますちょっと思ってることがあって俺来年ガンバじゃねえんじゃねえかなと思ってます南野君。 いやほら今年ね、ああほら木村君とか、あと山田楓紀君とか京都から来てたり、うん、あと山見選手がガンバから来てたりだとかで、や、うん、レンタル構成続いてるじゃないですか、鹿島、はい、から染野君来てたりだとかね、ただまあ、何人かは帰ることにはなると思うんですよ。うん、だから、あのベルディ G1 のレンタル2期生の候補、うん、南野君。 何 <laughs> か分かってベルに取っていきそうな <laughs> ううことは特になんかのつながりがあるとはなくてそう,そうそう<ー>頑張りは出れるかまだ分かんないからちょっと来てみないかっていうところでではありャドーとかだったら向いてそんな感じしますからね,ね、うん、今年で言うとどリパプールに呼ばれた場合はクラップ監督に何て呼ばれるの <laughs> ハキハキハミハミハミか <laughs> <laughs> ね で滝だからな。はみじゃないやはみじゃないのてみじゃないののでかもいないかそうか。いないすそうさだからね。まあでもそういうことあるかもしれません。はい。南野選でございました。そして続いてが川野幸太選手、レナファ山口でございます。今季既に8得点決めてて、残りの試合のペースで考えるんだったら正直2桁得点までいきそうな感じがあるキャプテンですね。ユース出身の選手というところですが、あとだから彼に関しては。 なんとなくあんまりこう他の J チームに出そうな感じは正直しないなとは思ってます。うんうん、なんかやっぱユース出身でこうバンディエラ感もキャプテンマーク巻いてますから、うん、バンディエラ感もあるの、まあ J1 めがけてってところもあると思うしだからそうなってくると、うん、敷いてば J2 から、えーまあ、ヨーロッパっていう説の方がまあ可能性としては高いのかなと思いますけどバンディエラへの期待を背負うとなかなか出ていきにくいもんでしょうこれ。 そうなんだよね下の名前で愛着持ってね、このサポーターさんにもどんどん言われて、もう援しまってわけでしょ。そうなんだよね。しょうがないね。挨拶時つ泣いちゃうよね、そういうのはね。そうなんだよな。それはちょっと本人がね、もちろんどうなるか分かりませんけども、どういう決断を下すのかも含めたも残留も含めてね、ちょっとどうなっていくのかはちょっと聞いたら選手でございます。はい。そしてその次が、現在、柏から長崎に連絡が来てる田中隼人選手、センターバックでございますと。 えーまあ、ヨーロッパラッカからもちょっと熱、ね、視線浴びてるかなというディフェンダーではあるんですけれども、うんうん、まあそれもその話とか、さっきであの大宮の市原君は実際に得点もうまさしてるんですけど、うんうん、田中江戸選手、まあ、彼もこの間点は決めてたんですが、はい、これ以上にね強みはね、ロングパスの精度、うん、もうバンバン自陣奥深くから敵陣奥深くまで差してくるわけですよ。 で最近、こうやっぱあのゴールキーパーからのビルドアップってところも、うん、あの4、5年前のルール改正、うん、あのゴールエリアのところでこうパス代でもいいよとかってなったから、うん、なんかね、ゴールキックの距離、なんだろう、その距離メートル数とかって、ちょっと少なくなってるんだって、うん、短くなってるんですかただ、田中君、そのトレンド関係なくねバン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 ばん放るので、うん、ちょっとワンキックだけでチャンスを得れちゃう、うん、そういうものを作れちゃう人なので。うん ヨーロッパ的なと欲しがりそうな。選手いやいや、先生、あのう、シンスターがホテルへいってたんでしょ。上から多分見れんでしょ。そうですね。これはスイートルームから田中選手のこのロングパスみたいでしょう <laughs>。一番贅沢はね、シャンパンでも飲みながらね。そうなんだよな。今気づいた、お金がない。 そんなお金がない僕には。まずあ、次は。だから、あとはね、だから、勝場に戻るのか含めた上では、どういうふうな、そういうことなのかも、はい、注目あるわけですね。はい。はい。はい。で、その次です。やっぱ、これは人は、コメント力にも注目な、中島大我。中島大我さんか、これ、ずいぶん髪型が、あら。そうなのよね。うん。うん。 なんだけどねまだとね中島君そのシュートの力みがその取れたってところもあるんですけど、うん、ちょっといろんなところを経験してきたことによって、はい、ちょっといいよりいい選手に僕は育ってる気がします元からそのゴールのフィニッシュのところ頑張るぜっていう選手だはあったのは間違いないんですけど、うんうんうん あのね空中戦で66%の勝率を収め、<ー>あと、タックルでの成功率も80%と、ーね、要は自分がそのボールにアプローチすることによってより、<ー>守備することによって、<ー>そうすると結局、自分のところにボール流れてくるなみたいなことも、多分何なんかの体で知ったんじゃないのかなちょっと思うぐらい、<ー>だら最近、ちょっとゴールとかフィニッシュ局面でのそうう存在感が増しているっていうのも、<ー>ちょっと守備強度高まったってところもあるんじゃないかと思うので。 これはちょっと面白いかもしれないねいやいやなんかねスケール大きい選手人気の選手にね人気もちろんもありますからす、ね、なってほしいなうん。うん、あとやっぱりねまだやっぱ水戸を経験してきたストライカー、うん、前田大然小川幸喜なんかもそうですけど本当、ね、だあの後代表まで行くことでもおなじみですから確かに確かに本当ですね中島それで大前君も小川幸喜君も水戸でちょっと守備覚えて帰ってったなるほどねちょっと中島大会その説出てく出てきてますからあでもそうだよね うん、先陣がそこまで行ってる説得力で頑張れるってもちろんありますよね。そうですもんね。はい。うん。でございます。ありがとうございます。はい。そして続いて J1 から唯一一人関根弘樹選手、まあここでも言わなくてもいいレベルですけどね。言わずもがなだね。はい。ただ忘れちゃいけないのがマナーさん。彼は実は大卒ルーキーでは本当はございません。なんですか？ 今本当は大学四年生ですと、うん。そうなんね。あの、あくまで卓色大のサッカー部だけはやめた上で、まだ卒業してない。えー、あ、そう。そうなんです。<ー>ただ、もうこの間も森保監督もね、ちょっと、あの、代表予防からみたいな、ちょっとそれらしき発言もあったりだとか。まあ、パリオリンピックでの活躍だとかも、あんだけ高いもの見せてくれてますから。はい。 まあ、正直も彼がわと次狙っていくものはもう北中米ワールドカップ、そしてそれまでに代表に定着することってことになってくるんじゃないかなと思います。まあ、彼もだから G1 での移籍っていうよりか、あとはもうめがけていくのはもう柏からも世界へというところでしょうね、うん。まあ、どこまでこう高まっていくのか注目ですと、うん。はい、授業とか出れてるんですかね。 どうなんですか、でもタイはほぼ取り合う、終わってるとかあるかもしれない、ね。オリンピック、まタイになるでしょあれ多分ね。日本で唯一クラスの人だよな。すごいですね。はい、そして、すええー、そして一番最後、ええー、ついに、はい。チャンピオンズリーグでデビューしました。おめでとうございます。おめでとうございます。ますねね、レアルマドリードやってましたね。そうですね。ね<ー>ていうか、まだ日本。 ディフェンダーでチャンピオンズリーグ出たことある人って何人だろうねう,ん、うっち、うっち、うっち長友さん。さんでもだからセンターバックってまでこう言っちゃうと富安<ー>君とかそれぐらいだよね、そうっね。それを、うん、20代前半、20歳でやったってことでしょ、もう。うん、やばい、ね、のはサイドバックだったんだでね。 サイドバックかセンターバックでいうのもビニシウスを止めろって指示だった,た、ね、あそうだねチチェイス、うん、チェイイススしてこいってこっとであまあだから彼に関してはこの例えば活躍だとか今回そのビニシウスとマッチアップしたことでさらにこうよりね高い強い選手になっていくと思いますから、うん、日本人最高冨安選手以上のところまで行く可能性は彼は高いと思いますからワールドカップも含めた上でちょっと注目だよというところで入れさせていただきます。 ちょっとどういうパーソナリティなのかねも知りたいですね。こうリラックスできるところでしゃべってるところを見てみたいですね。そうだよね。絶対いい子ですもんね。間違いないね真面目な。はい。というところですねはいでございますなるほど。育ってるっていうことですね。こそういうことでございます。彼らが A 代表で輝いて、今のビトバーを果たてみたいな、そんな感じだな。何年後、何オリンピック、何。 あれですか？何はまだ、うん、半分はここで出したのがロス世代ってところがありますか？やっぱり北中ベの次2032 20年34あたりがまあ彼らが出てくるあたりになってくる、うん、中東のワールドカップですか？はい、そうだね。<ー>サウジとか。うん。ですね。お聞きいただきたいですね。そすねありがとうございました。はい。うん 元気出まして若者の話はええですな。いいですな,うなありがとうございます、あのーね。ハッスルしていかなきゃいけないと思いますよ、こっちも。ね、ハッスルしていかないと。<laughs> ヤングな、ヤングなパワーをね、えー、もらっハッスルしていきたいと思った。思 <laughs> ありがとうございました。<laughs> というわけで、えー、タオル、マフラーでございます。そして、ステッカーを売っております。ぜひね、ハッスルしていただきたいと思います。い、えー、またありがとうございました。ありがとうございました。マ 对。Uh uh